はい。これも、ドーバー海峡モデルの、後期に、当たると思いますね。文字盤には、オイスタージュニアスポーツ。で、6時側のスモールセコンドのところに、ロールコって書いてありますけれども、廉価版のロレックスですよね。今で言えばチュードルみたいな感じですけども、これもでもケースが、スリーピースのケースになってるので、非常にがっちりと作られています。ラグはきちっとしたラグにもなってまして、バネ棒で、バンドの交換が可能になってますね。でっかい粒子ですね、ロレックスの。裏蓋開けますと、これも、いろいろ書いてあるんですけれども、わかるかな。読めるんですけれども、これ多分1938年7月15日ですね。その日の日付が入ってます。多分その日に購入されたんでしょう、この人は。で、これ開けられるようになってますね。開けてみますけど、やはり裏蓋にはこのいろいろとロレックスの マークですね。W&C、ルドルフ義理の弟さんだと思うんですけど、最初にロレックス起こした時に、なんつったっけな、ルドルフ&なんとかっていう、義理の弟さんと一緒に名前つけた会社ですね。W&C ですね。で、機械が、やっぱりこれもフォンテンメロンのが入ってますね。ロールコはやっぱり全部フォンテンメロンなんですね。別にこの機械は特別悪いと思いませんけれども、やはり、このがっちりした、ケースにもお金かかってますし、で、エグラー社の機械を入れるとやっぱり相当高価になったんじゃないですかね。その分を汎用のこの機械に、フォンテンメロンの機械にして、廉価版を作ったと思われますね。作ったんですよね、ロレックス。1938年まで、まだ作ってたんですね、この手巻きのモデル。歴史的なモデルの一つには間違いないと思います。ロールコでした。